この曲はリガートの練習、指的にはですね、それから移動するタイミングなどを感じ取って、弾くように考えております。まず、それからあまり正確な、数学的にですね、正確な感じで、これだと流れが一本調子になるんで、その抑揚を感じ取るということで、今弾いたのを分解練習でしてみますと、これになるわけですね。で、このこれは乗らない。このリズムっていうか、これが大事だと思うんですね。で、これだと、こういうふうに流れるわけですね。もう一度やりますが、これだと、というふうになるんですね。それと大事なのは、これを、このように、体を使ってしまうと、全部その1拍子の音楽になるんで、注意が必要だと思うんですね。これはあまり体を動かさないで、その流れを感じ取るだけでいいと思うんですね。この全部同じ感じになって、仮に、リクレッシェンドするにしても、抑揚のない感じ、一本調子の感じになるので、演奏の面白みが失われていくんではないかと思います。ということなんですが、あと移動が難しいのは、これちょっときついんですね。仕方ないですね。あとは開放弦があるので、これもあんまり急がない方がいいと思いますね。そんなことで、簡単では、あと指使いがいろいろ考えられるので、いろいろ試すといいと思います。これをこの指で、こうじゃなくこれでやると、こうで初めてとっかえて、それから回して、あるいはここのところでそのまま、それからこれはちょっと指の形が変わってしまって、右で弾くのであればあんまり影響ないんですが、リガートでやると、これがこれより大変なんですね。ですから、これよりは、あるいは、この辺を自分なりの、やりやすい指使いを考えて、やるように生徒さんには言っております。
はい、まあ、簡単ではありますが、注意点などを話してみました。どうもありがとうございました。